プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。今回は平泳ぎにおけるあらゆるタイミングについて。平泳ぎって4種目の中で動作から来る抵抗が一番大きいと言われている種目です。でもだからこそ一つ動作を改善できた時の恩恵も大きくなります。特にタイミング関係、改善できれば泳ぎの進みやタイムが変わる可能性が一番高いのが平泳ぎ。もしかするとあなたも気づかないうちに大きな抵抗があって、それが悪影響を及ぼしている可能性があります。一遍ご自身の泳ぎを見直してほしいです。個人レッスン、グループレッスン、撮影付きグループレッスンを開催中。ご興味ある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。グライドの時間、これはタイミングとは無関係に思えるかもしれませんが、重要な要素です。これがないとタイミングも何もありません。グライド時間は泳ぐ目的に応じて変化するものですが、最低限ストリームラインの形を作ることはしてほしい。そして水中に潜ることもやってほしい。これがないと体を水上に出すこともできないし、進みも良くなりません。手を動かすタイミング、平泳ぎでまあまあ重要なタイミングです。これがずれると上半身が持ち上がりません。動作を起こす前の形はこうです。グライドで水中に潜った状態から、体が水面に浮き上がりきる前に手を動かします。水中から浮力を利用して一気に飛び上がるイメージです。背中が水面にぷかっと浮いてから手を動かしてももう遅い。重要なのは水中からの助走、そして縦に押さないことも重要です。横に広げてください。上に上がりたいから反対に下に押したい気持ちはよくわかりますけど、絶対に横です。まず横に広げることを重要視してください。横がないと体が浮きません。顔を持ち上げるタイミング、平泳ぎで意外と重要なタイミングです。これもずれると上半身が持ち上がりません。動作を開始する時の形はこうです。腕を広げるのと同時に前を見てほしい。腕と同時ということは、体がまだ水中に沈んでいる時から顔を動かし始めないとダメです。どのぐらいの勢いでどこまでの高さまで持ち上げるかは人それぞれですが、平泳ぎ始めたての人は思い切り顎を上に持ち上げてみてください。そんなことしたら体が反ってしまうという心配もあるかもしれませんが、意外と体は反りません。そこまで持ち上がらないから大丈夫。まずは思い切りどうぞ。中級者以上の方から腰の沈みを警戒して顔の持ち上げすぎに注意という認識ではいかがでしょうか。頭を入れるタイミング、平泳ぎでそこそこ重要なタイミングです。これがずれると腰が必要以上に沈みます。動作を開始する時の形はこうです。呼吸が終わってリカバリー動作と同じタイミングに頭も入れることになると思いますが、原則として腕が先になるようにしてほしいです。腕と腕で作られた枠の中に頭を入れるようなイメージ。形としては腕が先、頭が後になるんですが、おそらく泳いでいれば自然に腕が先に戻ると思います。なので頭は空中で腕のリカバリー動作を待つ必要はありません。なんなら呼吸さえできてしまえばさっさと水中に頭を戻した方がいいと思います。これも泳ぐ目的によって個人差があるので何とも言えませんが、特に初心者の方は呼吸にしっかり時間をかける傾向がある私のイメージ。そうなると頭の入水が遅れやすいので注意です。キック、引きつけ開始のタイミング、平泳ぎで一番重要なタイミング。なぜなら一番ブレーキがかかる可能性があるから。動作を開始する時の形はこうです。上半身の動作を基準に考えてみましょう。初心者の方は頭が入ってから引きつけを開始するのがおすすめです。腕と足の動作を分けることで混乱を避けることができます。腕が終わったら足というふうに。腕と足が同時だと腕で生み出した推進力を足が打ち消し、足で生み出した推進力を腕が打ち消す。これでは進めない。なのでとりあえず平泳ぎを泳ぎたいのであればこのタイミングがおすすめ。ただこれだとテンポに頼ったスピードの出し方はできないです。腕と足の動作それぞれにかかる時間が重ならないからです。競泳としてはちょっと物足りません。そこで競泳思考へようこそ。リカバリー動作の途中で足の引き付けを開始します。言い方の一例として、肘が前に動いた分だけ膝も前に動かす。腕と足の動作が部分的に重なることにより全体にかかる時間が短くなります。テンポを上げて泳ぐためには必須のタイミングです。腕と足を同時に動かすことによって発生するブレーキと同じく同時に動かすことによってテンポが上がり加速局面を多く生み出すことができる、この2つのバランスを見極めるのが大事です。
ブレーキを減らすことをメインに考え、動作は重ねない方針か、多少のブレーキ覚悟で動作を重ね、テンポを上げることを優先するか、ご自身の目的に応じて選んでいきましょう。水を押すタイミング。平泳ぎでそれなりに重要なタイミングです。開始する時の形はこうです。引き付けが終わって水を押す。おそらく頭を入れた後のタイミングになるでしょう。頭を入れて上半身がグライドの姿勢になり、前に進む準備ができてからキックを打つイメージ。でも心配しなくても、自然に引きつけてキックを打つ動作を打ってればこのタイミングになると思います。基本的に引きつけた足をそのまま解放してあげるイメージですね。ここで動きが止まってしまうと、つまり膝が曲がった状態で動きが止まると腰が沈みやすくなるので注意してください。でも曲げたら蹴っちゃ痛いよね。キック動作単体で練習してるならまだしも、スイムになったらそんな止める人いない気がする。いたらごめんなさい。ストローク間のタイミング。平泳ぎで重要なタイミングです。動作を開始する時の形はこう。グライド、それでもってこう。グライドの姿勢が大事というのは冒頭で言いましたね。おさらいですね。ストロークを開始する時は体が水面に浮き上がりきる前、ここ。沈みすぎからスタートしてもダメですが、体が浮かびきってからスタートしてもダメです。これこれ、しつこいしつこいしつこい、すまん。はい、というわけで今回はタイミング一覧についての解説でした。細かいこと言うとまだあるのかな。きっとあるんでしょうね。より細かいのはまたいつかお願いいたします。このまま関連動画を流します。よろしければそちらも最後までご覧ください。皆さんこんにちは、水中家庭教師です。本日の動画は平泳ぎです。細かいコツ、テクニックはいろいろありますが、一番シンプルな平泳ぎを泳ぐだけならやることはとても単純です。大事なポイントは本当に単純です。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味ある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。タイミングをバラバラにする。平泳ぎを大まかにバラすと、書く、蹴る、待つという流れになります。これが分かりにくかったら、書いて頭を入れた後に待ってから蹴る、蹴った後も待つというふうに、プルとキックをもっと明確に分けてもいいです。平泳ぎは腕と足の動作を交互に行い、両方から発生する推進力によって進んでいきます。両方を同時に動かすと水の抵抗を受けて推進力がなくなるので、今回の動画のようにバラバラにすることをお勧めいたします。ちなみに推進力の割合は3対7ぐらいと言われています。足の推進力の方が大きいですが、競泳寄りに考えるなら腕の割合が増えていきます。これは競泳向きの平泳ぎ。足の引き付けのタイミングはこんな感じ。これでも腕と足のタイミングはバラバラになっているように見えますが、初心者の方はもっと大げさにバラしてください。初心者の方の場合、腕や足の動きが体に定着していないことがあります。毎回頭で考えながら手足を動かしているケースです。この状態で競泳選手のようにうまいことタイミングを合わせようとしても、頭の中でこんがらがることの方が多いです。書いて、蹴る、これをしっかり区別することで、それぞれの動作がごちゃごちゃになりにくく、動きが体に定着しきっていなくてもコンビネーションの練習を行えます。正直な話、これさえ守れば平泳ぎはそう難しくはないです。ちょろいです。まとめます。ストロークとキックを同時にしたら進まない。腕がリカバリーし終えてから足の引き付けを開始する。キック後に伸びる時間を長めに取る。初心者向けの平泳ぎの推進力の大半はキックです。キックした後の間で進む。この間こそが楽に泳ぐためのコツです。次から次へと無理やり書いても進むことはありません。腕と足が互いの邪魔をしないこと。
これだけ覚えてもらえれば、この動画を見た意味があったと思います。キック単体で練習するときも、蹴り終わった後、伸びる間を必ず意識して作ってください。はい、いかがでしたでしょうか。今でもタイミングって頭悩ませますよね。私はやっぱ膝を引きつけるタイミングかな。あと頭を入れるタイミング。この2つで最近結構悩んでる。誰か教えて。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。